いやあ、やっぱり寒い場所での温泉は最高やなあ。お姉ちゃん。ん？どうした葵、そんな顔して。どうしたじゃないよ。動画だよ動画。実況するんじゃなかったの？ああ、実況な。それもこれも温泉が気持ちいいんが悪い。温泉のせいにするの？まあ、温泉は冗談として。でも、モンハンが楽しすぎてやめられなかったんは事実や。ほんと、毎日毎日やりすぎだよ。もう発売してから3週間ぐらい経つんだし、そろそろ編集したら？まあ、発売日からの録画ファイルはあるんやけどな。いろいろ考えてしまって、なかなか手がつかないんよ。そんなこと言って。もう、他の投稿者さんがどんどん上げちゃってるよ。それなんよ。だから、今ストーリー実況を始めてもなって。じゃあ、シリーズはどうするのさ。せやな。ほなら、いっそのこと、仮以外の実況をするってのはどうや？というと、せっかくやし、渡りのいてちの温泉紹介、みたいな。今回紹介するのは、こちらの温泉。渡りのいてち。キャンプ1にある小さな温泉です。ここを訪れたハンターなら一度は入ったことがあるのではないでしょうか。温泉からぐるりと周囲を見渡すと綺麗な雪景色を楽しむことができます。ひらりはらりと舞い踊る雪。雪の重みで大きくしだれた木々。美しく雪化粧した岩肌。普通の露天風呂とは一味違う、自然を感じることができるでしょう。そして、キャンプと併設されているからこそできる贅沢。温泉に入って、すぐに温かい食事も楽しむことができるのです。温泉と、受付嬢の手料理で、心も体もポッカポカ。皆さんも、狩りの前に癒されてみてはいかがでしょうか。これは確かに、温泉に入りたくなる。せやろ？それにあのご飯な、めっちゃうまそうなんよ。これから寒くなってくるし、余計に美味しそうに見えるよね。こんな感じで、他の温泉も紹介できたらなって思ってるんけど。せっかく探検っていうタイトルだし、もっといろんなところも巡りたいね。おいおいやってくつもりやで。とりあえずは温泉地巡りで。次の温泉も楽しみにしておくね。ほな、今回は短いけどこの辺りで。